はいどうも、おはこんばんにちは、みこチャンネルのみこです。今日はね、めちゃくちゃね、もう朝今、9時なんですけど、すごく暑いです。以前ね、やったコメリのアイテムを使っていろいろ重ねることで最強になるんじゃないかっていうのをね、今日はやっていきたいと思います。いつものね、ボンネットでやっていきます。はい、で、ボンネットね、あれから1ヶ月ぐらい経ってるんですけども、今の現状ちょっと見ていきたいと思います。それでは、行きましょう。はい、現状こんな感じです。ちょっとね、こういう雨じみもついてたりして汚れてます。いつもはね、半分に分けて施工するんですけど、今日は全体に施工していきたいと思います。はい、今日使うシャンプーはクルザード薄めて使うシャンプー、アルカリ性になってます。20倍に薄めて使っていきます。結構泡立ちもいいな。はい、では1ヶ月放置して現状の撥水ね、ちょっと見ていきます。あ、明らかな差がある。右はね、全然撥水しないんですけど、左の方はまだ弾いてますね。1ヶ月経てたんで、どっちも弾かないかなと思ったんですけど、しっかりとした泡で洗っていきます。うん、滑りもいいよこれ。泡でね、洗っていく感じですごくいいです。でもこの時点でさっきの雨じみとか取れてるのかなと思いますけども、一旦流していきます。おお、右バチクソ弾いてますね。まだ屋外にずっと放置してあった割にはすごい撥水で、やっぱり右の方がね、汚れてましたね。これは撥水とか、このベターとするね、ちょっと浸水っぽい感じになってるんですけど、それもあって汚れ方が違ったのかなと思います。もう一回ちょっとね、洗っていこうかな。弱アルカリ性の割には撥水層までは落ちないね。水素は落ちんね。ちょっと今から強力なアルカリの洗剤でこっちの方両方ともね、洗っていきます。はい、こちらね、ミラクルマジックさんの商品のスケールキラー、これね、めっちゃ強力で、これをちょっとかけて、これ希釈したやつなんやけど、多分これで洗っていくと落ちてるのかなと、撥水がね、落ちてるのかなと思います。ちょっと一旦ね、リセットする感じでやっていきます。あ、それでも落ちにくい。落ちてない。すごいな。もう一点上がっていこう。スケール切られたら大体ね、大体落ちるんですけどね、強力なアルカリなので。うん、落ちてないわ。そんなに撥水弱くはなってるけど、完全に落ちてはないですね。まずはね、こっちからいこうかな。クルザードの洗浄プラスツヤだし、これはもう流していって揉み込む感じ。そんなにね、泡立ちはしないので、どう頑張ってもこんくらい。はい、じゃあこんな感じでもう一回流していきます。はい、次に強撥水で全体めちゃくちゃ撥水してもらうためにいきます。やっぱね、これレジンが入ってるから弾くんやろうと思うんですけど、右の方もね、弾いてほしいな。結構簡単にできるんで、誰でもできると思います。で、流していきます。
の方もだいぶ弾いてくれました。シャンプーやっただけで今こんな感じの撥水です。結構すごくないですか。シャンプーだけですよ。今日はさらにこちらワックススプレーやりたいと思います。でこれもね、本当は公式は弾く簡単ワックススプレーをやってから輝く簡単ワックススプレーをねやった方がいいんじゃないんですかっていう回答があったんですけども、僕の中では弾くのはやっぱり一番外にあるべきじゃないかなと思って、今回、輝く簡単ワックススプレー、その後に弾く簡単ワックススプレーといった感じで使っていきます。はい、こちらね、濡れた面にもね施工できるということなのでやっていきます。もうこのままね、直接ボディにねスプレーして、拭いていくだけっていうような感じになります。こんな安いのでこんだけツヤが出れば、もう中級ユーザーさんでも納得できるような深いツヤになってます。あのね、動画では伝わりにくいかもしれないけど、黒さがねめっちゃ増した感じがします。でこの黒さがね増した後に、この簡単ワックススプレーで仕上げていきます。でたっぷりね、内容量も 500ml 入ってて399円とかそんな感じだったので、かなりねおすすめで、ちょっとね直射日光の元ではやらない方がいいと思います。で一応輝く簡単ワックススプレーのツヤ、黒さを閉じ込めるといった感じで、最後に弾く簡単ワックススプレーいってます。はい、こんな感じ、ツヤツヤ。さあといったわけで、こちらの弾く簡単ワックススプレーまで施工しました。それでは約1時間ぐらいちょっと経ったんで、まあ少しは、水かけると反応あるのかなと思うのでやっていきます。あの一言、ツヤがすごい。こんな低価格でね、こんだけツヤが出ればほんと満足かもしれん。水の方かけていきます。すごっ、これすごいわ。さっきまでね、右の方全然弾いてなかったけども、めちゃくちゃ弾いてるし、すごいねこれ。流れる速さも速いし、素晴らしいの一言。まあ全部ね足したからってね、最終的にはやっぱこの弾く簡単ワックススプレーの影響が一番多いのかなと思うんですけれども、触り心地の感覚、この触った感じも別にぬるっとしてるわけじゃないんだけど、非常に触ってて気持ちのいい感じです。まあここまでね、しっかりと弾いてくれるので、まあ汚れ防止にもなるのかなと思いますけども、こんな感じでね、コメリブランドいろいろ使ってきました。はい、といったわけでね、今日はこちらのコメリのブランドを使ってボンネットの方やってきました。もう満足度の高い、商品で、これがねもうワンコインで買えるっていうのは、で黒の方なんですけども、最初にね使ったこちらのシャンプーね、これだけでまあ甘じみとかそんな感じもさっと取れたっていうような感じなので、撥水をね落とすっていう力まではないけど、汚れをねしっかり落とすためには十分なシャンプーかなと思います。まあアルカリ性なんでね、本来はちょっと肌の弱い方は手袋なんかねして施工してもらうといいかなと思います。はい、といったわけで、しばらく続いたコメリシリーズでございますが、まあこちらもねまたおいおい使っていきますが、いろんな商品かなり買ってストックが多くなっておりますので、そちらの商品もぼちぼちと使っていきます。気温がねめちゃめちゃ高いので、こんな動画にはなってますけども、次回からまた少しずつやっていきますので、よろしくお願いします。もうね水玉なんでね、こう軽く拭いただけで一人できるっていうのもねいいところですね。はい、それじゃあまたね、次
次の動画でお会いしたいと思います。ありがとうございました。